309個は少なくとも売れているそうです。外箱として公式のこの段ボール箱に入っております。エグゼクティブレプリカさんから発売された2001年宇宙の旅クラビウスアストロノーツスペーススーツ6分の1スケール。いやー来たね、こんな形ですね。要するに月面着陸バージョンのスペーススーツ、正面にね大きく2001年宇宙の旅と入っておりまして、んでこれも商品の写真ですね。はい、真っ黒いヘルメットが印象的、シルバーのスペーススーツが入っておりますと。サイドにも商品の実際の画像が載っております。で反対サイドは、あ、これは正面側ですね。はい、なかなかかっこいいでしょ。実際のこのアリエス号とかっていうのは映画から撮っているスチールで、下の方にも月面のこのスペーススーツがね、背景の画像はね月面クラビス基地の画像があしらわれております。何年前だろう、8年前ぐらいなのかなに、まずね、この赤バージョンのスーツを発売してくれましたと。で、イエローバージョン、フランクプールさんのバージョンも出してくれましたというようなことになっております。で、この時ね、素晴らしかったのが、なんとこの赤スーツバージョン、キアドゥリアさんのヘッドもつけてくれてたんですよ。もちろん、彩色済みの状態で、ペイント済み、完成品の状態で発売してくれたんですよね。で、今回は、ちょっと待って、もう一個ある。で、一応、ブルーバージョンも持ってるんですよ。ディスカバリー号の中で赤と黄色と一緒に飾られていたね、無人のスペーススーツなんですけど、これにはヘッドが付いてない状態で発売されました。この辺のねカラーバリエーションがめちゃくちゃ種類あって、その辺の話を話し始めると長くなるんで、余力あったら後半話します。でこの赤とか黄色とかのスーツっていうのは今までの動画でチラ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 映り込んでると思いますし、ヘッドなしバージョンのね再販の告知とかっていう動画も上げてるんで、まあご存知だと思いますね。上げていきましょう。ちょっとね取り扱いがめんどくさいんですよこれ。こんな感じ、わかります？はい、ただの台紙なんだけど、台紙に囲まれている状態で、中から出てくるのがまさしくモノリスをイメージしたパッケージになっております。紙でできてるんだけど、なかなか高級感のある質感の漂うモノリスが入ってますということで、じゃあ開けてみましょうね。これをね、ほらとってもついているというね、それを開けるとこんな感じ。はい、真っ黒いものが出てきました。スポンジで覆われております。じゃんと、あ逆でした。これいつも逆なんだよね。これ狙ってやってるわけじゃないんだけど、外すとここに台座が収められております。まあ入ってた中身がこんなもんでございます。いやそうだ、先にちょっと見せちゃおう、ね、この真ん中に映ってる赤いスーツと黄色いスーツは僕今飾ってるんだけど、スーツの中にボディが仕込まれてるんですよ。でこれはもともとデフォルトとしてスーツにフィットする素体が入ったまんま発売されていたんですよね。なんですけど今回の月面着陸バージョンに関しては素体が入ってないんですよね。スーツだけの状態で発売されて、お値段はいくらだっけ、大体スーツありバージョンが5万円ぐらいなんですよ。でこれは確か4万か3万5000ぐらいで買えたはずなんですよね。エグゼクティブレプリカさんの中に入れ込むボディがどうやら市販品で結局いいらしいんで、ちょっと買ってみました。よく買ってるこちらですね、プラスチックのフィギュア素体が入ってます。確かアイズワイドシャットのトム・クルーズの6分の1フィギュアを作った際と同じ素体のはずなんで、気になる方はそっちご覧いただいた方が。で何やら、股間のところにですねチャックがついてますね。また下を通って、でここにリアタンクが、これ多分マジックテープだからこういうことですね。とりあえずやってみましょう。いや怖え、これぐっと後ろがねこんな感じですね。これ入れ方めちゃくちゃ難しくない？でもこれ実際切るとなったらどうやって切る、みんな。とりあえず足入れてみようかな。ダメ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 。ひどいね、これ。どうしよう。でね、僕、今先に言っていい？実はこの後、アクアマン2を予約してるんで、今から映画館行かなきゃいけないんですよ。いやー、これ精一杯っていうレベルじゃねえな。最悪。脱皮しようとするフロイド博士ということで、今回以上でございます。ありがとうございました。それから時は経ちまして1週間ぐらい経過しちゃいましたね。その後翌朝かな、いややっぱ入らないはずがないなと思って、でまあご覧の通りですよ、結論としては入りましたっていうことでした。で念のため、まあ、これからやろうと思ってる方のために言うと、体を
エビの状態にこうして一回腕をガッサー入れます、肩まで。スーッと抜くんですよ。少しこの辺に腕を残したまんまで、で次に足も入れて、でグッ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 みたいな感じでした。わかります？このニュアンス。ということで、じゃあ続きをやっちゃいましょう。お次はですね、俺足をつけようと思ったんだけど、このボールジョイントを取ってこっちの足にくっつけてブーツの穴に差し込むようなことなんだけど、ペンチでございます。いやーマジかよ。これが取れましたんで、先に、足の方のジョイントに差し込んでいかなきゃいけないね。ビデオ回してませんでしたまあいろいろありましてとにかく入りました。手つけよっか。でこの手がね落ちやすいので、グローブ側のねこのフックがかかるところ、いいよっと、こんな感じ。そうすることで入れてくる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 っと、これで落ちないっすね。フロントタンク、背中に背負うリアタンクをつけたいと。映画の印象より青が強いというかビビッドというか、フロントがねこの状態なんですよ。なのでこうやってね、こうやってつけたい。これが結構厄介で、もう説明とかいいでしょ。こうやって差し込みますと。入った。こうつけますと。ぐるっと。この状態。だ一箇所だけ今解除してるんだけど、壊したり倒したりするのが怖くて、恐る恐るで。行きましたね。完璧じゃん。ここストンって行ってほしいっすよね。それがめちゃくちゃ気になっちゃうね。これがあるからか。そうか。ベルトしてるからベルトで圧迫されてスリムに見えちゃうってことか。このフィギュアのデフォルトはですね、フィギュア素体は入っていないけど、このヘルメットまでついてなんぼなんですよ。だから一旦完成まで持ってっちゃいましょうね。っていうか、マジでよくできてるよね。エグゼクティブレプリカさんのこのヘルメットっていうのが、ちょっと丸みを帯びすぎなんじゃないっていう評判ではあるんだけど、いやー、緻密な造形でございますよ。かなり原作を踏襲しておりまして、素晴らしい造形となっております。中もちゃんとね、柄が入ってるというか、多分スピーカーとかそういうものがね、ついてるような、そういうものになっております。ほら、ね、ちゃんとクラビウスベースになってますよ。素晴らしい。月面基地のワッペンが施してありますと。首元はここにねポッチがあるん でそこの溝に入れてくるっと回してはめ込むような。ちなみにこの首だけはね金属パーツなんですよね。あれ入んないな。回んないじゃん。てかね、ちょっと俺今気づいたの、ここちょっと曲がってるいや勘弁してよ、これのせいじゃないの、回んないの。少しこのね底面のここの部分が曲がってんすよね無理だ。いやーちょっとマジかよ。動いた、やった。少しこうグッてやったんですよ。そうしたら入りました。よかったー。じゃあとりあえずじゃあ顔面なしバージョンということで、フロイド博士のシルバースーツバージョン、月面着陸バージョンのスペーススーツ眺めておきましょう。いやねー素晴らしいんですよ。マジで素晴らしい。スーツの色はシルバースーツで、ヘルメットが真っ白という塗装になっております。でこの光沢感とかも素晴らしい、再現度高いですし、モジュールの色がやっぱりねちょっとビビッとかなっていう、濃いなって気はするけど映えますね。素晴らしい。先ほどもちょっと述べたかもしれませんが、ベルトの締め付けによってウエストのねくびれがキュッてなっちゃうんですよね。でそれがかなり残念だなって感じはしますね。もしこれからこのフィギュアを買ってフィギュア素体中に入れるっていう人にとっては、ぜひここにね綿を足してあげた方がより自然に見えるんじゃないかなっては思いますね。けど概ねこれが並ぶと、まあ説得力すげえあるでしょう。フィギュア棚がまた賑やかになってくれますよ。めちゃくちゃかっこいい。今からメインイベントなんで、こっからですよ。ちょっと今気づいちゃった、これつけてなかったわ。ちなみにこの黒い部分が完全にゴム製なんで、もう5年ぐらいすると経年劣化でねポロポロって割れちゃいます。まずはねモジュール側からつけた方がどうやらスムーズらしいですね。おっしゃ、いい感じ、完成しました。ヘッドなしのフィギュアなんで、横から見たらこうやってね頭がない状態で、それだけねやっぱ肉眼で見ると頭入ってないんだなっていうのが、ちゃんと透明パーツですから、頭がないんだなっていうのが気持ち悪いところではあるけども、まあ、それは置いといて、台座が入ってるんですよ。とりあえず作っちゃおうかな。変なこのカニみたいなものがついてるんだけど、この台座に刺さなきゃいけないんですよ。
よいしょ、入った入った入った。こんな感じ。何をモチーフにしてる台座かっていうとですね、ディスカバリー号のスーツをかけるコーナーがあるんですよ。でそのハンガーみたいなラックがですね、まさしくこれなんですよ。だからこれ実はディスカバリー号の床の素材なんですよね。要はね、こんな感じでスーツを引っ掛けてヘルメットをここにポンって乗っける、この状態がディスカバリー号の中にあったそのハンガーラックバージョンですね。かなりねスペースは空いているんだけど、これが限界の状態ですね。これが上下セパレートしていたものをくっつけると、こういうディスカバリー号の中のスペーススーツラックを再現できるというフィギュア台座になっております。なかなかいいでしょう。ただやっぱりボディを入れないとですね、かなりねダルダルの状態になるんで、やっぱボディは入れるのはマストなのかな。本日のメインイベントがこちらでございます。開けましょう。さあ来ました。どんなもんでしょうね。これクオリティ、めくってみましょうかね。怖え。うわすっげえ。え、ちょっと待って。うわすっげえ。マジで、ヘイウッド・フロイド博士の6分の1フィギュアヘッドでございます。めちゃくちゃよくできてる。あのね、これ何かと言いますと、多分 3D プリンターかなんかで作ったんだと思うんだけど、ヘイウッド・フロイド博士を演じましたウィリアム・シルベスターさんの6分の1フィギュアヘッドになっております。で、もちろん塗装済み完成品ということで、入手先はですね、夜な夜なお布団の中でずっとその海外のフィギュアヘッド、あのペイントサイトみたいなやつを見ていたら発見したんですよね。これはすげえと思って、ウィリアム・シルベスターさんのフィギュアヘッドなんて誰も作んないでしょ。速攻ポチっちゃったんですよね。お値段がいくらだったっけな、値段、まあ例のごとく多分3万ぐらいなんですよ、大体こういうのって。ちゃんとしたやつ買うと。でこのフィギュアヘッドに、その素体にね入ってるこの首元のパーツがあるんですよ。うまくいけばいいなぁ。どうなんだろうね。いやーこれ買った甲斐があったわ。よっしゃ、いい感じです。あの、グイッてとにかく押しました。うまくいけばいいなぁ。なんか若干首が短い気がするんだけど。よっしゃ、いった。あ、ちょっと待って。いやいやいや、ちょっと待ってよ。首めり込みすぎでしょ、これ。あれいや、違うな。待って、マジで。ちょっと求めてたのと違うんだけど。どうにかできないかな。あのね、ほんの気持ち、まあいっか、これぐらいは。本当はこれぐらいしたいよね。あ、でもいいのかもね。でも宇宙飛行士っぽい。いや、ちょっと待って。いや、なんかでも肩違くね、なんか。じゃあ、ヘルメットをつけてみましょうかね。よし。あ、いったいった。で、この状態。OK、完成です。てか前から見たらダメじゃんこれ顔がやっぱ顎の高さが違うんだ。首の長さが違いすぎて、なんかすごく剥げ上がった方が入ってるみたいに見えちゃう。ちょっと待って、これマジで反則でしょ顔見えなくなっちゃったんだけど、取ろっかな首。てかちょっとできたかもしんない。あ、これいけたね。これが正しい状態です。これなんでこれ、あの、できたかっていうと、浮かせました。棒から少し。だからこの、あの、横から見ると、ちょっと隙間が空いてるんだけど、いや、でも全然正面からしか見ないから、別に僕全然気にならないです。で、ヘルメットをつけると、多分高さも合ってるはず。これね、こうやって整えてあげればいいんだね、こうやってね。こういうことになりました。はい。あー、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいのができました。はい、ヘイウッド・フロイド博士でございます。で、細かく見る前に、実は、もう一つだけね、ちょっとパーツがついてるんですよ。これ、何かというと、わかりますよね。左腕についてるリモコンなんだけど、シルバーバージョンのスペーススーツっていうのは、ここにリモコンついてないんですよ。ついてないんだけど、なんかついてるやつもどうやらあるっぽくて、てかあるんですよ。シルバーのついてるやつもあって、スタンリー・キュービック店とかに展示してあるシルバースーツは、ここにね、リモコンがついてるんですよ。なので、このリモコンだけオプションパーツとしてついているということで、どうやってつけるかというと、なんと、ここにね、マグネット入ってんすよ。ほら。
ペタってこんな感じ。すごいよね、そんなとこまで気を使ってくださって、本当ありがとうございますというような感じでございます。じっくり見ときましょう。これが完成状態のシルバースーツということになっております。リアタンクのね造形も素晴らしいね。いやー、ちょっと下がりすぎてる気もするけども、これぐらいにしたいか。はい、でかいんだよねこの背中のタンクがね。うわー、こいつはかっこいい。そしてフロントがこの状態、いいね。やっぱ顔面があるとほんと違うでしょ、かっこいい。フロントのねモジュールとかも寄って見ときましょうよ。すごいよね、マジで細かいでしょ。いやー、ワッペンも見事な印刷ですよね。クラビウスベース、そしてねリモコンだって素晴らしいし、質感はレザーになってるんだけど、うわー、ほらなんだこれ、 CO2 ベント、なんだ OX フロー CO2 二酸化炭素ベントってことだね。下はなんだ、リミックスって書いてあるねこれはね。へえ、すごいねー、いやーすごいね、マジでこうやって文字入れまでちゃんとされてるのは本当に素晴らしい。これはさすがに読めないかな。いやー完璧でしょう、まあ、完璧と言っても、エグゼクティブレプリカさんって実は造形実は甘かったりするんだけど、まあいいでしょう。でさっきのねこのギミックはこれですよと。月面着陸バージョンは基本的にねリモコンついてないバージョンなんだけど、まあこれをねつけることもできますと。まあついてたスーツもあるっていうことなんで、これが再現できるようになってますと。まあ気の利いたオプションでございますね。マグネットでまさか再現するとは思わなかったね。足元がこのねベージュのブーツになっております。ディスカバリー号クルーの皆さんはね、グレーのブーツだったんだけど、月面着陸あれ外れてんじゃん。この質感をね見てもらえば分かるんだけど、完全にその合皮なんですよ。数年経過するとパリパリになるかベロベロになるか、とにかくそれがすげえ心配ですね。だから一回飾ったら正直あんま触んない方がいいと思います。太陽光に当てたりするともう速攻これ割れてきますよ。いろんなフィギュア集めてきましたけど、ヘイウッド・フロイデ博士のこんなに精巧なクリソツなヘッドを世界に何個かしかないと思うんで、まだ欲しい人は今ぜひねご注文くださいね。であんまりこれね着脱してると壊れがちなんで、すげえご注意ください取り扱い。あ、これぐらいにすりゃいいんだ、ほんと軽く乗っければいいのか。あ、いけた、あできた、完璧だ、これでいっか。でもこうするとやっぱ首長いからちょっと気持ち悪いんだよね。まあでもすげえむずいな。でもこれどっちがいいんだろう、ヘルメットあるとフロイド博士、いややっぱ外そうせっかくフィギュアヘッドに金かけたんだから。あー外れちゃった、自慢げに自分が。うわーかっこいいじゃんね、超かっこよくないですか。どうマジで、あれでもねサンドイッチ持たせたいよねこれだったら。あ、意外と様にならないわ。てかねこのポーズとかつけてる、うわてかすげえかっこいいじゃん。でもあーやっぱ顔面の説得力半端ないわ。これぐらい？あ、いいね。これぐらいで飾ればいいね。これでヘルメット持たせよっか、そしたら。あ、OK、ほら、できた。いや、すげえ。ちょっとマジで。え、冗談抜きでこれすげえかっこよくない？はい。ということで、エグゼクティブレプリカさんのシルバースーツは、おそらくまだ、中古市場というよりは新品で買えるはずなんで、欲しい方は今すぐポチってください。5万円ぐらい用意すれば絶対買えるはずです。僕買ったのは3万9000円ぐらいでしたね。フィギュアの素体は1700円か1800円ぐらい。まあ、それぐらいかかったということなんだけど、いやー、すげーいい。もう一生これで飾ります。てか、ヘルメットをどうにか固定したいな。はい。ということで、今回以上です。ありがとうございました。